おはようございます。フィッシュアローの松本です。今回は、12月末ということで、もうほんまに年末なんですが、この冬の、ビッグベイとなり、まあ、面白い釣りをお見せしたいということで、今日はあの池原ダムにやってきました。でいつもお世話になってるワー企画さんで、まあ、ちょっとレンタルボート借りまして、今日はちょっと面白い釣りが見せれたなっていうので頑張りますので、よろしくお願いします。いや、まず白川筋にやってまいりました。朝一まず1投目ですね。このハドルジャックアユからですね。これの今回もう急遽、まあ、昨日色塗ってもらって急遽持ってきたんですが、まあ、これのスローシンキング、まあスローシンキングですね、まあ、サスペンドに近いようなシンキングバージョン、こうもうほんまにゆっくり引いてもこんな感じ、サスペンドに近い状態で落ちていく、こういう感じのやつを魚を浮かしてくるためにちょっとスロー気味にやりたいと思います。あ、今チェイスしてるね、後ろに、下におる、見えるかな。あ、沈んでいった、沈んでいった、もういきなりチェイスしましたね。見えへんと思うけどかなりちょっと濁ってるんで、下にうっすらと魚がついてくるのが見えました。ってことはもう確実に魚は浅いところに浮いてます。とりあえず、魚がちょっと、まあ、あのチェイスが少ないということで、まあ、岩盤地帯ということで、まあ、あのこれの、フラッシュ J のミドストをしたいと思います。で、今回まあちょっと変わったミドストということで、このなんだこのザップさんのインチバッキージグヘッドのこれ今 1.3 ですので、下からちょんがけ、もうほんまにちょんがけだけです。すると、まああのまあ、誰がやってもというか、こうギラ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 としやすい、こうロールが出しやすいっていう、もう簡単ジグヘッド、初心者よって言ったら変やけど、まあギラギラさせやすいんで、まあ、これをちょっと僕もまだそんなに使い込んでないんで、ちょっと慣れるまで時間かかりますけども、ちょっとやってみたいと思います。で水深によって、まあ、基本的にジグヘッドの重さは使い分けてください。まあ、0.9 とか 1.3、1.8 ぐらいを、まあ、使い分けるといいと思います。まあ、あとはもうひたすら糸は緩めながら、なんかちょっとたまにこうシェイクのみで、水がきれかったら大体こう沈んでいくときにギラギラさせながら行くんで分かると思うんですが、まあ、ちょっと今日なんか水汚いんで分からないんで、まあ、なんとなく、はい、ジグヘッドのミドストに変えました。さっきまでなんだ、インチバッキージグヘッド使ってたんですけど、普通にジグヘッドの、まあ、浅刺しみたいな感じで、ちょっとバタつきないような感じの、まあ、ロールですね。このギラ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 って、こんな感じで、より、バタつかないような感じのロールをするセッティングにしました。よっしゃ、食った。でもやっぱりミドストや。丸飲みやね。大丈夫かな。丸飲みすぎるな。よっしゃー、でかい。フラッシュ G。
丸飲み、これこれですわ。餌やね、一回今チェイスしてきたやつやね。でかいね、コンディションパンパン。一回見に来てなんか動き違うかなって言って反転したけど、この丸飲みですわ。いい感じ、腹筋やっちゃった。はい、とりあえず、今釣れたのは、まあ、ジグヘッドこれ 1.4g ですね、に、デコイさんのマジックショットやったかな、それに 1.4g に、フラッシュ J のこれはコサンアユってやつを、まあ、できるだけ上の方ですね、浅掛けっていうかジグ、あの針自体をできるだけ上の方に刺してあげて、まあ、ロール重視で細かくシェイクしてあげることによってロールを出してるっていう感じですね。で一回まあこの岩盤のまあちょっとした張り出しがあるんですけども、そのエリアで一旦追っかけてきて、まあもう一回戻っていったっていうような感じで、で二頭目に今のが食ったって感じなんだよ。で確実に餌やと思ってるんで、あのもう丸飲みしてるんで、まあできるだけファイトは慎重にしながらっていうのが鉄則です。はい、まあね、なんか魚的にはそんなに沈んではないような感じだったんで、まあ2メートルちょっとぐらいかな、見えるか見えへんかぐらいのところやったんで、魚自体はそんなに、まあね、冬も真っただ中っていうかあれなんですけども、魚はやっぱりちょっと昼間になってきたら浮いてくるって感じなので、こういう見せて浮かして釣るっていうのが、まあ、すごいよく効くっていう。よし、よっしゃ、もう一回ついてきてるわ。これも丸飲みやるな。ゆっくりね、できる限り。ほら、もう丸飲みでしょ。うん、よっしゃー、これも4ジャップ。これですわ、フラッシュ J の見事と。これも、もうバックリと。バックリと。ね。もうほんまに餌やと思って、もうやっぱりフラッシング、このローリングした時のフラッシングが今までのワームにはもう全くない、フラッシング効果なんで、バスからするとすごい新しいのに見えてるんで、まあ、餌に見えてるんで、まあ、食うっていうまさしく秘密兵器です。